ゴリアド軍はアメリカ合衆国テキサス州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は7210人であり、2000年の6928人から4.1%増加した。軍庁所在地はゴリアド市であり、同軍で人口最大の都市でもある。ゴリアド軍は1836年に設立され、軍名はメキシコの自治体である。 ゴリアドから取られ、そのゴリアドの町は、メキシコ独立の父、ミゲルイダルンゴ神父にちなむ命名だった。ゴールドというのは、イダルゴの綴りを組み替えたものであり、無声音のエッジは取れた。ゴリアド軍は、ビクトリア大都市圏に属している。1835年12月20日、テキサス独立宣言がゴリアドで署名されたが、 正式の宣言は、ワシントン・オン・ザ・ブラゾスで開催された1836年会議で行われた。テキサス革命の間には、ゴリアドで2つの戦闘が起こった。初期のゴリアドの戦いは、小競り合いだった。しかしその後のこれとの戦いは、1836年3月27日を、頂点とする重要なものになった。ジェームズ・ファニン大佐とそのテキサス兵部隊が、 メキシコのアントニオ・ロペス・デ・サンタ、アナ将軍の命令で処刑され、これは後にゴリアドの虐殺と呼ばれるようになった。この後、テキサス革命軍の時の声は、アラモを忘れるな、ゴリアドを忘れるなになった。今日、アラモを知っている人は多いが、ゴリアドのことは忘れられている。虐殺が起きた場所は、ゴリアド州立公園とされ、ゴリアドの町のすぐ南にある。ゴリアド軍は、 イグナシオ・サラゴサが生まれた場所でもある。サラゴサは1862年5月5日に起きたプエブラの戦いで侵略してきたナポレオン三世軍に対抗して撃退したメキシコ軍を率いた。この5月5日はシンコデマヨと呼ばれメキシコの祝日になっている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば軍域全面積は859平方マイルであり。 このうち陸地854平方マイル、水域は6平方マイルで、水域率は0.68%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ゴリアド軍の教育はゴリアド独立教育学区が管轄している。ありがとうございます。